皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もブクブクで遊んでいきます。ステージの続きなんですけど、こちら004番クリアするとアシストが解放されるみたいですね。なんでしょうね、アシストって。まあ、この画面の右真ん中にアシスト使用不可って書いてますけど、まあ、これで使えるようになるってことですかね。ちょっと楽しみですね。まあ、楽しみなのは月日ちゃんが可愛いってことですね。このプクフダ月日ちゃんに今なってますけど、まあ、頑張って早くプクフダをスキルためてですね、ちょっと使いたいですね。月日ちゃん出てこないですね。持ってました。あと1個、これでいける。よし、服が大きくなるんですね。すごいですね。すごい大きいですね。どれぐらい大きくなるんですかね。アララギくん、真ん中のアララギくん通す、なんか範囲が広がりますね。あ、終わっちゃう、終わっちゃう。まあ、スキル溜まったままゲーム終わると、さっきのラストボーナスがもらえるみたいです。まあ、私は溜まってたの知らないで終わってしまっただけなんですけど、ただいいですね。どんどんレベル上がりますね。これで、アシストが解放されたんですかね。セットできるんですかね。でちょっとメニュー、おお、三つ星だったんですね、今。戻って、何でしょうね。デッキ編成ですかね。アシストを解放しても何も言ってくれないという。選べないんですかね、今編成で。じゃあちょっと次ステージ進めていって、さっきのところでアシストを選択できるかどうかですね。さて、できます。お、できますね。なんと、ここで教えてくれるんです。一回だけ。まあ、月日ちゃんですから。あ、そういうことですか。フレンド。フレンドからですね。なでこちゃん行ってみましょうか。今日はあと3回無料って書いてますけど、もしかしてこれ無料じゃなくなるってことですか。どうするんですかね。1日300回ぐらいやる人は297回有料ですよ。まあ、有料といっても何が必要なのか分かんないですけどね。どうしますかね。揃ってくれない。なでこちゃん入れてるから、なでこちゃんも出る。お、宝箱だ、来ましたね。と綿菓子欲しいですね。8000個貯めないといけないですけど、宝箱倒しても3個ぐらいしかもらえませんけど。さあ、溜まってくれ。今フィーバー中か。まだたまんないっすね。
ってみましょう。なんてラブラブなれるんですか。すごいですね。荒木くんと2種類なんですね。なぜこちゃんの欲望が前面出てきてるスキルです。スコア全然伸びないですね、スキルが。やっぱり綿菓子3つだ。じゃあここぞという時にアシストを使った方がいいってことですね。まあ、まだですね、ステージ得点が10万点超えなくてもいいのでいけるんですけど、リミさんですな。さあガンガンシスト使っていきます。さっきなでこちゃん見たので、やっぱしのぶちゃんですかね。いやでもしのぶちゃんこのカードを私持ってますね。お、この子はおしのさんですね。まあネタバレするからですね、まあアニメ途中までしか見られてない方はあまり話せないですけどね。まあ、私もそこまで見てないんですけどね。なぜかちょっと情報は知ってるという。お、なかなかサクサクいきますな。すごいでかい月じゃん。そろそろ溜まってほしいですね。溜まってましたね。気づきませんし。おっと、どうな、うわお。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。しかも消せない。時間がなくて。いや今の圧巻でしたね。何だったんですか。おお、得点も伸びましたね。さすがにあんだけ降ってくれや。うん、いいことです。今のいいですね。欲しいですね。まあ、ということでですね、アシスト、まあ、皆さんも使いたくなったと思いますので、まあ、ぜひですね、こちらのステージまでクリアして、アシストを手に入れてください。では、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録を、お願いいたします。次回も、ステージクリアしていきます。これでデイリーミッションは全部受け取りましたね。まあ、デイリーミッションを忘れないでいた全部クリアするのと、あとは画面上の輪っかですね、ちゃんともらって、まあ、イベントを進めていって、まあ、どれぐらいですね、ちゃんとキャラクターもらえるのかっていう、まあ、綿菓子はかなり厳しいですけど、輪っかの方は結構いけるんじゃないかなと思うんですね。誰もいないですね。それではまた、次の動画でお会いしましょう。